スコットランド、アバーリムノにある、ピクト人の石中、ピクト人は、フォース川の北、ローマ帝国支配下の頃にカレドニアと呼ばれていた、スコットランド地方に居住していたコーカソイド種族。古くから、スコットランドのハイランド地方を支配していた、強大な部族だったが、実態は、よくわかっておらず、ケルト語を話していたことや何人かの王の名前は、 判明しているものの記録や遺跡が少なく、謎のピクト人と言われている。一世紀にローマ軍と戦ったことで歴史に現れ、八世紀にスコットランドに併合され、歴史から姿を消した。彼らは古代ローマ人が命名した、ピクト部族と推測される。印をつけるか描くという、意味のウェールズ語、プライドが関連している、可能性がある。ガリア戦記の中で、 ユリウスカエサルは、ケルト人が入れ墨をしていることに触れ、ブリトン人は体に青で模様を描き、戦場で相手を威嚇すると語っている。ピクト人は、ピクト語を喋っていたが、詳細はほとんど知られていない。多くの歴史学者によると、7つのピクト王国が存在していたとされる。それぞれの推測された領域は次の通りである。カイト現在のケースネスト。 サザランド家現在のマールとブカンシルシン・アンガスと、キンカーディンシャー・フィブ・ファイフと、キンロス・フィダ・ハロスと、インバネス。フォトラ、アソレとガウリー・フォルトリューマレー。またオークニーにも王国が存在していたと推測されている。考古学者の手により、ピクト人のものによるとされる、建造物や宝石類が発見され、 複雑な社会を構成していたことが推測されるが、文字の記録はほとんど発見されていない。小さな王国が連合していたと思われ、稀に戦争があったと思われる。7世紀の人ベーダの証言によれば、ピクト人はその王位継承について疑義があるときは、いつも、王を、断系からではなく、女系から選んでいたという。西暦83年にピクトの連合軍とローマ軍が、 モンス・グラウピウスの戦いで戦ったことを、ローマ人のタキトゥスが、アグリコラに書き残しているのが、文献に残された初めてのピクト人の記録である。なお、この戦いに、ローマ軍が大勝したと記録には残されているが、実際に、ローマ軍の犠牲者が少なかったことを除けば戦果は、不明である。ベーダ・ベネラビリスによれば、ローマ皇帝、ホノリウスの時代に、北のピクト人は、 西のスコット人と共に、ブリタニアを圧迫し、ローマ軍が去るたびに、町や要塞を襲ったという。6世紀以後、ピクト人は侵略してくる、西のダルリア団、スコット部族と東のバイキングと衝突を繰り返した。ダルリアダ王国に対しては、軍事的に優位を保ったが、相互に、政治的な婚約を繰り返し、融合していった。843年に、 ケネス一世が、小王国を統一し初代のスコットランド王となった。ゲール文化とスコットランドゲール語に、ピクト文化とピクト語は融合し、吸収されていった。ピクト人をケルト人に含むべきかどうかは断定できないが、ブリトン系ケルト人であったと推測される。スコットランドの多くの地名に、かつてピクト人が居住していた痕跡が残されている。アバー、ロン、ピット、 あるいはフィンと地名についている場所がそうである。しかし、他の推測もされている。フェデリコ・クルトビッヒは、ピクト語とバスク語を比較し、ピクト人とバスク人は共に、インドヨーロッパ語族以前のヨーロッパの先住民であると主張した。しかし、ピクト語の情報があまりにも少ないため、この主張を裏付けることはできない。ありがとうございます。